こんにちは、スプライトライダーです。今日はですね、この前にいる、R1 のソウ君と、その前の、アイちゃんと、でアイちゃんの、ミクシーでなんか知り合ったそうなんですけど、前にゼファーノイの方とですね、あとは僕が入ってる、アイちゃんとソウ君も入れたんですけど、ツーリングクラブの、方でですね、ドラッグスターの400、で、この、僕の R1、計5台でですね、今日は、渡里町にあります、はま寿司っていうね、お寿司屋さんつったらいいのかな、はま寿司つんだから、お寿司屋さんなんだけど、愛ちゃんに、腹こ飯食べに行かないって誘われたんで、今日は腹こ飯ツーリングなんですけども、僕実は腹こ飯食べれません。イクラがね、ダメなんですよ。なんで、僕はなんか天丼かなんか代わりに、食べようかなと思います。ちなみに今日はね、10月の25日。あぶね！風強い。アルファードすげえな。めっちゃいじっとる。かっちょい。うわうざい。もう大嫌いだ、ああいうの。本当にうっせえ、マジ本当に属者大嫌いだ。本当にバカじゃねえのって言いたくなる。本当にいやいや、ここ楽しみ方はここ自由っつうけどさ、あんな迷惑行為しててここもクソもねえべって言いたくなるんだけど、今日はちょっと風がね、ほんと強い。実際ね、ドラッグスターの400クラシックを最初っていうか、手に入れた時はすごい嬉しかったんですけどね、いろいろあってすぐ手放しちゃったんで、本当にね、あれだけは食いてる。本当にね、未だに食いてる。しつこいようだけど食いてる。だったらドラッグスターまた買い替えろよって思うでしょう。思うけど、アウチ。いいんだ、かっこよくてドラッグスター400クラシック、重量もあってでかくてで、ね、あのエスカルゴになっててすごいかっこいいんだけど、僕ねものすごい華奢なんでね、アメリカンがね似合わないんですよ。将来的には VMAX が欲しいんで、それにしてもやっぱ体格は必要になってくるんで、ちょっとね体格は欲しいですね。ちょっとね、俺もね、あんま道わかんないですよ、渡りとか。こっちの方あんまり来ないんで、本当に今日はみんなの後ろ姿を撮っていくような感じですかね、いつものように。やっぱりね、フルカウルの欠点は、やっぱこれですね、横風。風にね、やっぱり煽られる。設計上仕方がないな、これは。今ちょっと後ろに今、ソウ君いますけどね。今日もハヤブサではなく R1 で来てくれてやっぱりお揃いのこうバイクがいると楽しいですね。友達と知り合いとバイクが被るのが嫌だから別なバイクに乗ってますっていう人も、中には見かけたりするんですけども、いいんじゃないですかね、被ったって自分が好きなのを乗って、たまくたま身近に同じ好きなものを乗ってる人がいれば、逆にそれを、一緒に共有し合える仲間にもなるんで、とってもいいことだと思うんですけど、どうなんでしょう。今名取市に入りましたね。風が強いぜ。ちょっと野営できるあれじゃない、風が強すぎて。いやー、でもたまにね、天気雨は降るんですけど、通り雨は降るんだけど、でもなんとか天気には恵まれたからよかったかな。ここまで津波来たんだね。今渡りまで来ました。でコンビニでね、ちょっと休憩を、あとちょっと道も確認を取りつつ休憩を挟んだわけですけども、もう少しで着くのかな。
やっぱり気温が低いだけあってね、水温も100度超えなくていいっすね。88度今、89度。でもやっぱり止まると上がってくるな。大鼓の店員さんにも言われたけど、もう寒いから根っこを回しないとダメだよって言われたけど、本当だな。寒いわ、冷たい風が入る。あら、意外と近くに浜松市ありましたね。じゃあこのゴープロさんはどう？ゴープロじゃねえや、 Google ナビはまたどこへ連れてく気だったんだ。俺は一体どこの浜寿司を検索したんだろう。渡りで検索したはずなのにな。くそ、きついよ、怖いよ。